さあ本日もここから出航していきたいと思います。おはようございます。久々の深海ということで、今日は 1000m の4桁の深海釣りに行きたいと思います。 1000m は初ですかね、はい、初チャレンジということで、ポーズを避けたいな数少ない、まあ流しとなるんで大事に、はい、やっていきましょう。寒さに耐えつつ、はい、消化を上げたいと思います、はい、よろしくお願いします。そして谷口さん、おはようございます。おはようございます。今日は作戦としてはどういう流れですか？今日はとりあえず針を落としてなんとか鍋の魚を釣ろうかなちなみに色は何ですか？色は黒だね黒い魚、赤いのは難しいねまず黒いのって感じ。そうだね、をコンスタントに上げていくということで、よろしいでしょうか？はい、ドラゴーって感じだねということで、はい、まあ、坊主はないようにちょっと頑張っていきたいところですね。頑張ってください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということでポイントに到着しました。現在水深がだいたい 1100m ですね。これからまあ風が結構あるんで、駆け上がりのイメージで流していきたいと思います。ということで気を取り直して、はい、さあ1投目8本仕掛け投入です。さあ今スムーズに今のところは落ちてってますね。最初がちょっと難しいですね。じゃあ1投目、はい、どうぞ。波と風の影響で、あまりそこが分からなかった。風向きと潮の流れがちょっと差してしまってる。1投目はかなり潮が厳しい状態です。慣れっこだからね。体力が安定するところに行ったりして、もうその年でもうそういうこと言ってるよ、ね、まあ、いいですね。騒が気になっちゃって集中できません。ただ8本
張りの方がここまで当たりが当たりというか、かじられ具合もないってなると魚があんまりないところ終わりだな。自分の出番はないんだ。流れがある層を越えたから軽くなったのかもしれない。そんなお気に入ってる感じはないんですけど、ただ流れの層を越えただけかもしれない。さっきもそうだったのかな。はい。こんだけ食われ何も食われてねえの。残念。まあ一投目前方の竿もだいぶ上まで上がってきました。残り 80m ですね。うん、一応ついならめっちゃ深いけどさ、はい、深海水だと希望が見えるけど、はい、あと少しですね。あれがバグるか。これだと普通にアマダイ5目の、うん、ですけど、ね、生ない項目言えばよかった。深海とってメンタルが精神力が使えないから、生ない項目不調ですよ今の感じだと。去年ほど成績があんま見た感じ良くない。さあ残り 60m ですね。さあ、ファーストトライ、ラストの竿に針は5本針です。今、僕らの方には何もついてなかったです。さあ、また波が来ます。さあ残り 40m。 そうかな、全然わからない。はい、いつでも止められるようにするレバーを。ここです、止める。それだと糸出てきた。ゼロになるか仕掛けが先に見えてくるか。さあ、あと 25m 切りました。もうだね。はい、どうっすかね。さ、最初からちょっと沖に出てましたよね。多分浮いて沖に出てるとは捉えにくいかな。さあ残り 15m。 さあ1投目 1000m 初チャレンジ。魚は上がるのか。まもなく上がります。でゼロになったらもうひたすら巻いちゃってください。止めると外れちゃったりもする。水気の場合で猿一番上の重りが海面にもう出るか出ないかぐらいでストップさせて竿持ち上げて、で仕掛けたぐってください。さあどうでしょう。どんどん巻き続けてください。なんか結構沖の方に出てますね。急に重いんだよね。引いてないんだよね。
定のペースで巻き続けてください。はい、にしても沖出すぎじゃないですかこれ。にしても沖出すぎじゃないですか。なんかどんどん、あ、でかっ、なんか浮いてる、なんだなんか浮いてる、なんだあれ。巻いてください、巻いてください。なんだろう、これは、あれは、なんだ、重っ、でかっ、うわ、やばいっす、やばいっす。これ動画お願いします、動画を、動画を僕やったじゃん。後ろもついてるよ、後ろも。もうちょっとかよ。ああ、ボカラとかかもしれない。ボズじゃないな。うわ、しかも。後ろはありがとうございます。おお。いや。そこボズ。これは下の黒だらとかそういう系だ。手巻きですから世界記録。針外しよう。いや、やったじゃん。持って帰れないやつじゃん。持って帰れないっすね。どうしよう。ちょっと垂れ口さんに。あれフックかけて持たせてあげたら。うわ、怖っ。やったじゃん。そう。アフラ坊主かと思ったよ。それでいける？それしかない。俺のやつ30キロぐらいまでは持ち上がるよ。まあ、針取っちゃったほうがいい。危ねえ。で、尻尾の方を手で添える感じで横持ちで持たないと多分厳しいです。やばいっすね、でかいっすね。最後の方の線ぴったりぐらいの水深が良かったのかもしれない。いや、やばいっすね。しかもその割と細めのちょっと重いやばい。どうしよう。しかも膝の上に乗せちゃうか。手がプリプリしてる。めっか。でかっ。ぬるぬる。テニさん持ってあげて、ちょっと乗せてあげてください。やばいっすね、ビギナーズラックが。これはやばい、痛すぎる。おめでとうございます。ありがとう。いや、これ羨ましいです。謎の魚って言ったの。謎の魚。になってる。さあ、2投目。2投目は量重いっす。なんかついてんでしょうか。俺の方もなんか重さかかってるような。いきなりが1投目より違います。エゾクラゲかなんかかかってるか。あの黒だらでしょうか。いや、逆にそればっかりじゃない。とにかくあれが3個とかついてる。いらねえ。井出さんに一匹持って帰ってもらう。なんか重そうな雰囲気だけどな、俺の方な。そんな水面にくっつかないもんな。来たよ。来たの胸だら。曲がっちゃう。そう。これはいいと思うな。いつもそう言ってるけど、ちっとも釣れない。前も
大先生に向かってなんていうことじゃない。いや抜けないでくれよ。ずっと同じ負荷かかってるもんな。何も収まってきたな。やっとです。うん。はい。大丈夫。はい。1投目よりはちょっと。100点じゃないですか。やっぱり。茨ひげぐらいの重さ。茨ひげぐらい。前も結構曲がってないっすか。いやでも軽いよ。持ち上げてみたけど、どうだろう。あっちの竿の方が柔らかいから。うん。何もついてなくても。ぐらい曲がる。茨ぐらいはついてそう。茨で。5匹。5匹。100匹あるから。もう鍋が確定ですね。あと西京焼きとかを。ああ。西京漬けにして。しかも意外と食べる部分多いんでしょ。多いですね。しかも普通のタラとかって結構万能じゃないですか。うん、ああいうほとんどタラと同じなんですね。あでもタラだもんな、あのでっかいのも。はい、次の流しも移動せずこのまま流します。上がったらすぐ餌だけ見て落とすから。私は一回休憩してたもよろしいでしょうか。大丈夫です。すいません、久々の船慣れてなさすぎて。もうタイさん釣ってますもん。あ、もうマーライオンなんで。あとどんぐらい？300。うん。先端ですか？曲がってます。曲がってますね。5本針も初めてかな。いつも2か3でやった気がする。アルジュエットも3です。そうだからここに来た時も西野から仕掛けも変えたから、まあ、2本でやった。浮いてきたから浮力が最初はしなるはずだよ。上がってくるまで途中からあんまり遅く巻いてるとその浮き上がる方が早い。はいはい、ね、糸の出しすぎで潮に乗っかってたの。まあそんなも偉そうに言ってたらうちら釣ってないから。でも坊主です。油坊主だったけどな。前回坊主だったんでようやく、はい、ようやく釣れたな。あれはやばいな。あれなんて魚だっけ。北の黒だらか外黒だか。黒だらってる、はい、でけえあれ本当。びっくりした、なんかあれ茨城やったらすごい。あれがいる。もう二度と抜けないよ。はい。
ない。あんなに大きくなるのかな、フライゲット。いや、そこまでは多分ね。もう種レベルで違うもんね。ラフィナで20年ぐらい。いやー、20年茨城、数十年はいった。すごいな。それを釣ったのはちょっと申し訳ないなって思いながらは。西野くん、私も動画編集ソフト入れたんだ、パソコンに。入れたんすか。うん、何入れたんすか。パワーディレクター。ああ、ファイナルカット絡んでる重さだったら止まっちゃいます。たまにあります。途中で軽くなってくれば茨か赤いか北のところだから、うん、最後までもう一度サメ。茨城が 97% ぐらい。すごいやん、それもうほぼ茨や。 1% ぐらいで船なら、北の黒なら、佐川はそれぞれ分け合い張って 0.01% お尻みたいな感じ。それであれがお前ベニアコだったらやばいよ、うん、やばいっす、私今日全部持ってきます。帰り道溺れて死ぬんじゃないかな。中に避難してよ、そしたら人身事故です。本当に抵抗がねえんだよな。でもまだ 600m じゃ無理かな。あの巨体を捌くのかと思って、本当に気が重くなる。今何分ですか。今9、ちょうど10分。さっきどれぐらい撮ってたんですか。さっき17分ぐらいかな。やっぱ重さ的にはかかってても茨ぐらいの。さっきのぐらいのサメだとか北の黒だとかだったらもっと多分しなくてね、10キロとかだったら。イバラと組み合わせたら厚さ10キロ。いや、そうそう、うん、今回のサウが突っ込んでるんですね。上の方についてる。イバラが5匹で2日間イバラ食べれる。冷凍庫入んないんですよ、もう。もう今日の目的は何なの。鍋に美味しい魚は記録上狙い。さらなる上目指すの。この間世界記録になったけど、あとはまださっきみたいな。ああ、そうね。あれはちゃんと本当にみんな想定外じゃん、はい、あんなの釣れる。ネットでとかテレビで見ていいなと思ってて。そうなんだ。
ぜひ自責は解体してくれ。さあ、北東に近づいてきてますが、軽くなる素振りは今のところ見せてないですね。うん、始めたぐらい、はい、軽くならないところで仕掛けが絡んでるだけっていう感じが。途中引くんですよね、サメみたいに。あ、そうなの。二人とも夢ザメかなって言ってたやつが赤かった。抵抗するんだろう。はい、まあ、間もなくですね。お、なんかいそうな気がする。ちょっと今日絵見えたけど。イカの影。あ、イカの影だな。あ、おお、やはり。鬼ひげですね。鬼ひげ。これ一匹掛けなんですけど、一匹掛けのやつ。すごい。みんなでちょこちょこやって。影で見せた。はい。鬼ひげ。チューレアです。イバラひげよりはレア。ちょっと違いが分かんないですけど。ここが当人だと鱗があるんですけど、はあはあ、鱗がなくて、ひばらひげは、ひばらひげは、ひばらひげはもう丸い顔なんで全然違う。あ、なるほど。そうか、先端尖ってるのいいね。はい、おにひげです。おめでとうございます。お、張ってくるか。また。おお、なんか細長いか。いや、これ。これなんだろう。これ初めてのやつ。違うな、色が。はい。おえー。